あなたはポトマックイベントセンターへ。エミリー、俺はここにいた方が役に立つ。ディビジョンが戻ってきた。ホワイトハウスを占拠し、こっちへ来るのも時間の問題。奴らが島に足を踏み入れるのを阻止したいの。わかるわね。ああ、もちろん。よくわかった。アウトキャストのブレインがポトマックイベントセンターの中にいるという情報が入った。捕らえて尋問すれば奴らの計画を把握できるぞ。ケルソンが誘導する。お前はターゲットに向かえ。奴を捕らえるには逃げ道を全て塞がないといけない。味方コントロールポイントを検知。やつらまだいるのか。アウトキャストのブレインを確保するんだ。私は正面入り口、あなたは北東のゲートへ。その2カ所を封鎖し、我々のチームが突入するまでターゲットを閉じ込めておけ。ゲートの前のポールの上に車が止まってる。ポールを上げればあのゲートを開けられるかもしれないわ。一体何だ。ここにいてくれ。調べてくる。正面の入り口は準備よし。エージェント、逃走ルートを遮断してくれ。南西にある奴らのボートを破壊するんだ。奴が戻れないよう入り口を見張っておくわ。
場所は分かってる。いくらでもしてやるぞ、エージェント。隠れてるのか。リロードしないと。ああ、これでブレインがいることは分かった。
こへ連れてくの？そこにいてください。娘がいるの？ねえ、私の娘はどこなの？きっと大丈夫です。あなたは私たちとここにいてください。娘を一人にさせておけないの？まだ言ったでしょ、あなた自身のためにもここにいてください。じゃあ娘はどうなるのよ？ここから出なくちゃ、早くしないとこんなことになるなんて。ドックに敵が大勢いる。ボートを守ってるみたい。
出航命令を待ってるんだ。ブレインがボートに乗り込んでしまえば捕らえるのは不可能だぞ。どんどん進め、もう目の前だ。大丈夫か？
ドックは目の前だ。間に合うといいが。エージェント、ブレインを逃がすな。ボートを全て破壊するんだ。エージェント・ケルソが応答しない。クソ、ケルソ。 OK、 プランを少し変更する。ボートを潰され、ターゲットはまだ中にいるはずだ。決して奴を見逃すなよ。